あ、知ってる。ボヘミアン。ボヘミアン。はい。あの方の歌です。へぇ、なんか、ボヘミアン。しますよね。なるほどね。君の目にも青が浅い。
寿の塔はとっくり過ぎて、今年あの8月で古希を迎えます。それでね、やっぱりあの還暦の前もしんどかったし、あのまた70を前にしてしんどい時も来るんかなって思うとちょっとね、あのしんどいんですけど、それでもあのこうやってね生かされてるということは、たくさんの方が亡くなって、自分たちは生かされてこんな楽しいところにね来させてもらうっていうことは、なんかきっと意味があるんだなと、はい、思いながら、日々過ごしております。毎日感謝のつもりでありがとうっていう気持ちでね、させてもらっています。今本当にあの花粉がね今年ひどくて、あの注射も打ってきてるんですけど、なんか今日やっぱりあのいい天気なんで、花粉がちょっと喉がねなんか変なんですけども、お耳汚しですいません。ではあの似合わない歌をそこがあるとこですよ合図してください。ありがとうございます。笑うとこで、ね、あのこの歌はですね、私の大好きな女優さんのドラマの、歌なんですけども、すっごいあの真剣に見てました。でもう二度と私はこういう体験はできないと思うんですけれども、裸の心っていう曲です。聴いてください。あ、間違えた、もう間違えた、はい、すいません。はい、いきます。
最初と最後が感じちゃうので、すみません、練習不足です。それでは次はですね、松山千春さんの歌で、おのおのっていう曲です。見てください。本当にね、もう私 もう2人の子の親なんですけども、みんなそれぞれね、離婚して、孫もいてるんですけども、やっぱり苦しい時もね、コロナの時代、ね、このなんか、自分たちになんか言われへんようなね、ことがあったと思うんですけど、まあ、教養もね、何もお金もないし、そうやって助けてあげることはなかなかできないんですけど、本当に泣いていいよって抱きしめて慰めるぐらいしかできない、そういう歌なんです。だから本当にこの歌大好きで、大昔の歌なんですけども、久しぶりに歌わせていただきます。Thank you.
この曲ありがとうございますこの曲はですね、逸話真由美さんの曲です。それこそトルコの地震とか、それからこの曲はですね、どこから声出してるこの曲スマトラ地震の時に津波がすごいね襲って、そこの、ね、海辺は全壊してしまって、でその時に逸話真由美さんが行って励まされてこの歌を歌われて、そこのもう国歌って言っていいぐらい あそこの子供たちが日本語で歌ってる映像があるんですけども、本当にすごいね、いい曲なので、皆さんと一緒に最後繰り返しのところ簡単なメロディーですので一緒に歌ってください。自分の苦しみがその方に、勇気を与えることによって自分の苦しみもなくなっていくっていうね、そういう歌詞があります。素晴らしい歌ですので、最後ありがとうございました。ハッピーシートでした。ありがとうございました。孤独なさすらい人、その
皆さんありがとうございました。はい、ハッピーシードさんでした。どうもありがとうございました。はい、ギターオケです。あ、次ですね、話しとるんですけど、みゆきさん、ご準備のほどよろしくお願いします。